ディスプレイに飾られた食品サンプル受落台は1959年から2008年まで東京都台東区の JR 上野駅前の西郷会館2階で営業していたレストラン。和食、洋食、中華、寿司など何でもあるファミリーレストランの先駆け的存在で株式会社受落が経営に当たっていた。樹楽の創業者である加藤聖二郎は百二十四年に ハンダスダ町で、スダ町食堂を開業したほか、飲食店の多数の経営をしていたが、当時の役員多数の反対を押し切って1959年に、樹落台を開店した。店内には、タイル画などの装飾や、滝を模した水流の演出もあり、客席の一部は、座敷席となっていた。店内には1000リットルと500リットルの生ビールのタンクが備えられており、 工場直送製ビールの広告が出されていた。ジュラクダイは、西号会館の老朽化による取り壊しに伴い、2008年4月21日で閉店した。西号会館の跡地に建設され、2012年9月にオープンした上ナンバーワン53についても、出店交渉が行われたが、条件面の折り合いがつかず、結局、出店は実現しなかった。 西郷丼店の背後に位置する上野恩師公園の西郷高森像にちなんで名付けられた西郷丼は樹楽大の代表的なメニューの一つで丼の上にはさつまいもの天ぷら、豚の角煮、さつま揚げ、鶏そぼろ、ほうれん草、温泉卵が盛られていた。閉店の最終日、西郷丼は100食以上注文され、白米が足りなくなるほどであったという。大閉店後は、 アメ横内にある同系列の酒亭樹楽において販売されている。ありがとうございます。